か、トドコって、クレイがリュックにつけてるぬいぐるみだよな。違う！トドコはお友達！ぬいぐるみなんかじゃないよ！そっか。それじゃあ、不思議な生き物ってことで。でも、そのトドコの家族がいきなり現れるなんて、おかしくないか？誰かのいたずらだったり。いたずらなら放っておこうぜ。ダメダメ。クレイは負けないもん。絶対そこに行く。でも、行くって言っても、そんな名前の島、見たことも聞いたこともないぞ。そんな場所にどうやって。英雄騎士のお兄ちゃんなら、きっと何か方法があるよね。クレイはお兄ちゃんのこと信じてる。そう言われても。お願い！お願いお願い！クレイを助けて！なんか、オイラたちが手伝わないと、一人で行っちゃいそうな気がするぞ。クレイを一人っきりで冒険させるわけにはいかない。オイラたちが付き合ってやろう。ね？ね？ああ、クレイにこんなにお願いされたら手伝うしかないな。でも、オイラたちが同行することになった以上、一人で走り回ったらダメだぞ。はーい。それじゃ、いつも通り、まずは情報収集から始めよう。街を歩いて、知ってそうな人に話を聞いてみようぜ。いざ！困っているみたいだな、小さな冒険者よ。トラブルでもあったか？一応トラブルとも言えなくはないけど、実はオイラたち軍刀を探してるんだ。サイリスみたいな熟練の冒険者なら知ってるかなと思って。はっはっは、未知の場所と冒険の知識を知りたければまさにこのサイリスがうってつけで、探したい群島とは？いっぱい小さな島があって、海にヒンリンゴ群島って名前のところだ。ヒンリンゴ群島、うんうん、あははは、さすがだな。このサイリスでさえ聞いたことのない場所を言い出すとは。ああ、残念ながらな。果てのないテイワット大陸を全て歩き回れる者などいない。しかし、そう不安がるな友よ。未知の場所へと踏み出す勇気を持つんだ。冒険者協会会長のサイリスさえ知らないなんて。まさか、本当に存在しないんじゃない？まあまあ、ははは。そう言うなって。トドコ。
島の集まった海のどこかにある。群島っていうことは小島が密集していて海のどこかにあるんじゃないですか。そうだよ、そうだよ、じゃなくて言い方を変えよう。モンドのどこかに群島ってあるか。ないと思いますよ。モンドの地図を見たことはありますよね。基地の島は全て載ってますから、群島はないかと。地図は地形を忠実に記録してます。その地図に載っていないということは多くの人にとって存在しないことを意味してます。モンドの地図に載ってなければないってことか。そんな島本当は存在しないのかもな。そんな。いやいやいや、他の人にも聞いてみようぜ。ポーマン、キンディンゴ群島って知ってるか？海にあるんだ。海にあるキンディンゴ群島、初めて聞く名前だな。リンゴがたくさん実ってる島か。ホフマンさんは知らないんだ。ホフマンはずっと城内を見回ってるからな。仕方ないよ。力になれなくてすまない。ううん、許してあげる。え、そうなの？他の人に聞いてみよう。どうやら手紙に書いてある場所を知る人はモンドにいないみたいだ。クレー、仲の悪い友達とかいるか？ひょっとしたら誰かの嫌がらせなんじゃ。いないよ。クレーはみんな大好きだし、みんなもクレーのこと大好きだもん。ああ、そうだよな。だからいたずらじゃない。いたずらじゃないけど、島の場所を知っている人はいない。おいら、どうしたらいいかわかんなくなってきたぞ。物知り。あ、そうだ。こういう方は、図書館司書のリサさんに聞いたらいいんじゃないか？リサさんは、毎日図書館で過ごしてるだろ？モンドにあるすべての本を読んでて知ってるかもしれない。そっか、リサお姉ちゃんなら。さあ、図書館にレッツゴーだ。隣国のレインウェイには24:1の貿易の。家族だとは認めていない。ドド一族の統治者、ドド大魔王。手紙にはキンリンゴ群島に来るよう書いてあって、そこで審判を下そうとしているってことでいいかしら。うん、クレ絶対にその島に行きたいので、可愛子ちゃんが私のところに来たのは群島の場所を聞くため。口が上手ね。それなら私も本気を出さないと。
手紙をお姉さんに見せてくれる？うん。手紙から得られる情報には限界があるわ。かわいこちゃん、文字を読む以外にも他の方法は試したかしら？他の方法？手紙からほのかに元素の力を感じるの。何かしらのヒントみたいね。かわいこちゃん、元素資格を使ってみて。その手があったか。早速やってみようぜ。何かわかったか？裏にある内容はおそらく元素力で刻んだものでしょう。面白いわね。かわいこちゃん、ここにペンがあるから元素資格で見たものを書いてみてくれる？完成！これで手紙の裏にあった情報もはっきり見えるわね。今書いたのがヒンリンゴ群島の全体像じゃないかしら。島がたくさんある。海に浮かんでてどの大陸ともつながってない。もしかしていきなり湧いて出てきたとか？パイモンちゃん、もしかしたらビンゴかもしれないわよ。どういう意味？クレア、わからないよ。私はこの図書館にある蔵書をすべて読んだわ。その中に似たような島について書かれた本を読んだ覚えがあるの。嵐と霧で覆われた謎の群島。どの国にも属さない上に、どのような生き物も出入りすることを許されていない。選ばれし者だけがそこにたどり着ける。何年か前にあるモンドの船隊が海で群島を発見したそうよ。その話によると、激しい嵐の中、うっすらと霧に包まれた島を船員が見たらしいの。そう離れているようには見えなかったのに、いくら進んでもそこにたどり着くことはできなかった。船員はその奇妙な現象に驚き、恐怖したみたい。自分は幻覚を見ているんじゃないかと。なんだその気味の悪い話。怖いぞ。残念ながらその本に島の位置は記されていなかったわ。もっと詳しく知りたいなら、私より知識のある人のところに行った方がいいかもね。リサさん以上に詳しそうな人はいないと思うけど。私はただの図書館司書よ。歩き回るのは専門外だわ。クレ、とても怖い場所だとしてもその島に行きたい？行きたい。クレ、怖くないのか？怖いけど、ドドコの家族になれない方がもっと怖い。ドドコは大切な家族だもん。クレ、絶対にドド大魔王に負けないよ。だからクレ、お休みを取れ。お休みを取らないとキンリンゴ群島に行ってドド大魔王に会えないから。お休み？クレはケチだよ。それに神団長が言ってた、遠出するときは先にお休みを取ってからにしろって。今からもう休みを取るのか？まだ島がどこにあるのかもわからないのに。でもかわいこちゃんの顔を見た感じ、心当たりがありそうよ。ジンから休みをもらうのはそう簡単なことじゃないわよ。お姉さん、図書館でお茶しながらうまくいくことを祈ってるわ。ジン団長、クレ、遠出するからお休みを取りたいの。クレ？それに旅人とパイモンまで。こんにちは、久しぶりだね。元気だった？バーバラがここにいるなんて珍しいな。そんなことない。クレ、休みってどういうことだ？クレ、ヒンリンゴ群島に行ってドド大魔王と対決するの。じゃないとドドコがさらわれちゃう。大魔王がドドコ？あのね、大魔王がクレをドドコの体
認めないって手紙を送ってきて、くれ、家族ってこと証明してみせる。英雄基地のお兄ちゃんもクレイを手伝ってくれるんだよね。旅人パイモン、これは一体何の話だ。金リンゴ群島なんて聞いたことがない。どこにあるんだ。私も初耳。クレイも聞いたことない。でもリサお姉ちゃんが言ってた、きっと知ってる人がいるって。リサも知らない場所なのか。そうか、旅人がそういうのなら存在するんだろう。さぞかし神秘的な場所なのだろうな。ただ申し訳ないが、セピロス騎士クレイの外出申請を許可することはできない。どうして。クレイ行かなきゃダメなのに。たとえ軍刀がどこかに実在していても、安全確認ができていない以上、クレイを危険にさらすわけにはいかない。それに、どうやって軍刀まで行くつもりだ。安全な方法が見つかるまで許可は出せない。トドコ、栄誉騎士、外に。島に行く方法ってあるの。オイラもあいつなら知ってるかもって思ったぞ。やっぱりオイラたち通じ合ってるんだな。ウェッティ、不思議な幻影詩人なんだ。いつもは幻影野郎って呼んでるけど、クレイを助けてくれるかな。あいつはオイラたちの友達だからな。きっとクレイを助けてくれるさ。栄誉騎士のお友達なら大丈夫だね。栄誉騎士のことは私たちみんな信用してるもの。それならこうしよっか。私がジン団長を説得してみるよ。ただ真面目だから少し時間がかかるとは思うけど。クレ、私を信じてくれる。頑張ってみるから。うん、信じる。クレ待ってるよ。よかった。じゃあ明日の午後に大聖堂前の広場で待ち合わせしよう。絶対に説得していい知らせを持ってくるから。頼もしいな。頑張れバーバラ。静かにしてください。リサの話を聞いて分かったんだ。私の意思とは関係なしにクレイは必ずそこに行くだろうと。クレイの性格なら私たちもよく知ってるからね。この子を引き止めていつの間にかいなくなってるより許可してあげた方がいいと思ったの。セピロス騎士クレイ、外出を許可する。やったー。でも条件があるの。その代わり、私も君たちの旅に同行する。騎士団の執務はガイアに一任してきた。最近はいろいろと忙しく、席を離れている場合ではないが、クレイがどうも心配でな。だから、私の同行を許可してほしい。もちろん。ジン団長が一緒なら、
お姉、あ、神団長に私も一緒の方がいいって言われたの。不吉なことは言いたくないけど、もし怪我人が出たら私の助けが必要になるでしょ。今回はバーバラの世話になりっぱなしだな。バーバラお姉ちゃんと神団長、ありがとう。クレー、ちゃんと言うこと聞くね。クレー、いつもそう言うが、今回は特に気をつけるんだぞ。そうだ、君たちと一緒に旅をすると聞いてリサがこの袋をくれた。開けると新たな道を見つけられると言っていたが。新たな道？クレイを面倒ごとから遠ざける方法とかか？リサは島に着くまで袋を開けてはならないと言っていた。何かしらの危機を脱するための道具なのだろう。さすがリサさん、いろいろと考えてくれてるんだね。それじゃあ次は詩人さんを探せばいいのかな。さっき周りの人に聞いたんだけど、詩人さん今日は広場にいないみたい。風立ちの地に行ったみたいだよ。よし、早速風立ちの地で輸入野郎を探そうぜ。で押し寄せてどうしたんだい？これが群島の地図だ。なるほどね。よかったね。もちろん僕なら知ってるよ。よかった、知ってるんだ。今は金リンゴ群島って名前なのか。昔は向かい群島だったのに、そこは普通の人間じゃたどり着けない特別な海域にあるんだ。一年を通してずっと嵐と霧に包まれていて、島に上陸するどころか近づくことすら難しい。というか、そもそもなぜそこへ行こうとするんだい？大魔王に会いに行くんだよ。大魔王がクレイをトドコの家族だって認めてくれないから、その試練を受けに行くの。君は大魔王が怖くないのかい？ちょっとだけ。でもクレー負けないよ。隠遊野郎のお兄ちゃん、クレーを助けて。隠遊野郎のお兄ちゃんか、いいね、その名前気に入ったよ。おいらのせいか？大丈夫、君がそう願うのならば隠遊野郎のお兄ちゃんがその願いに応えよう。本当にいいのか？もちろんだよ。だって子供の願いはこの世界で一番純粋で自由なものだろ。綺麗なライアンの音色。うっ、風がざわめき出した。ちょっと待っててね、すぐに来るから。これはこれは僕たちだけの秘密、誰にも教えちゃダメだよ。死風呪文？親愛なる詩人、君の協力に感謝する。なーに、お気になさらずに。みんな驚いたみたいだね。面白い顔をしてるよ。では道中の無事を祈るよ。ここまでだ。この先は我も同行が難しい。くれぐれも気を抜くな。
飛ばされるところだったけど。私、初めて竜に乗った。今もドキドキが止まらない。はあ、みんな、無事か。うん、平気。おねえ、じいちゃん長、あの銀融主人、一体何者なの？そうだな。高い演奏技術を持った伝説の詩人だ。ライアーで、あらゆる生物を召喚できる。神団長も適当なこと言うんだな。すごい人なんだね。帰ったらちゃんとお礼を言わなくちゃ。しかし、この軍刀、霧が濃いせいで視界が悪いな。リサの言っていた通りだ。気をつけた方がいいな。旅人、パイモン、手紙には何て書いてあったんだ？おいら覚えてるぞ。悪しき炎の娘、ドド一族の統治者、ドド大魔王の名のもとに、お主をドド子の家族だとは認めない。ドド子と共に、金リンゴ軍島へと訪れ、四つの明かりを灯し、試練の門を叩きし後、審判を受けよ。四つの明かりを灯しってことは、光るものを四つ探せばいいのかな？そういえば、オイラたちがいるところ、なんだか周りより霧が薄くないか？確かに、よく見るとそうだな。まさか、そこにある装置と何か関係が。この装置、なんか見覚えがないか？あ、そうだ！オイラたちが使ってるポケットワープポイントにそっくりだ！ポケットワープポイントを作るには、発光髄が必要だったな。そしてこの発光髄には、暗闇を払う作用があるらしいんだ。この装置も霧を払ってるから、似たようなもんなんじゃないか？四つの明かりを灯し、試練の門を叩きし後、つまり、四つの装置を灯すと、何かが起きるってこと？すでに一つ光っている。どうやら、残り三つの装置を探せばいいようだ。ん？あれなんだろう？おい！勝手に走っちゃう！おい！早く追いかけよう！この下に何かまだみたい！もっと近くで確かめよう。試したことがないとでも思ったのか。もうこのために犠牲者を出したくない。
険だと言ってるのに。ちょっと、どこに行くの？私たちのために用意されたように見えるな。こんな天気が悪い中、船に乗るのか？どうやらそうするしかないみたいだ。みんな、この先何があるかわからない。どんな試練が待つにせよ、気を抜かず慎重に行こう。
食った隙あり。はっはっふっ。はいざ。天道万象。たせつきは。無駄な努力をやめたわ。さようなら。揺らぐことなし。
Thank you.
時が過ぎるのはあっという間じゃな。わしも年を取った。愛しの孫娘よ、こっちへおいで。ずいぶん重たくなったの。もう一人前じゃ。これが何か知っているか。我が家の家宝じゃよ。ばあやの先祖たちがこれを抱えてここへ来た。それを今童謡と共にお前に託そう。通り抜けるは川一筋。この目で見てきたんじゃ。大勢の人間があの霧に入っていったが、一人も帰ってこなかった。もう危険を犯すのはやめた方がいい。平和だと？その目は信じない方がいいわ。目は嘘をつくから。楽しみだな。
霧が晴れてる。ここってこんなに綺麗な景色だったんだな。四つの明かりはすべて灯した。これから何が起きるのだろうか。うん、いい天気。気を抜いたらダメだって分かってるけど、ついつい夏の太陽を満喫したくなっちゃうね。クレ、お魚をドカーンしたい。クレ、ここはモンド城じゃない。警戒を怠るな。うん、分かった。パイマンちゃん、ドド大魔王を見つけたら一緒に説得してね。そしたら、お魚をドカーンしに行こう。いいぞ、約束だな。ドド大魔王、一体何者なんだ。ああ、私もこの地は初めてだからな。それに、クレイには申し訳ないが、私がなすべきことは、大魔王の説得ではなく、君たちの安全を守ることだ。突然の手紙に、常人ではたどり着けないような軍刀。偶然にしては、よくできすぎている。このような招待状が、子供に届くはずがない。確かに怪しいよね。うん。私もしっかりしないと。みんな、この辺りを探索してみようぜ。パイモンの言う通りだ。晴れているうちに辺りをもう一度確認してみよう。見たことも聞いたこともない島だったけど、あなたがそばにいると不思議と安心できるな。そうだ、せっかくだし泳いでみない？綺麗な景色を目の前にするとバーバラは相変わらず気が緩むな。旅人、安心して探索してくるといい。もし危険を察知したら、私がすぐ駆けつける。面倒なことが起きなければいいんだが。